どうも、イシャンシルクです。どう、フィケタモトキマサイ。顔見えない状態でモトキはずるいだろ。ちょっぴり危ないことをやろうかなと。はい、英語でね、ポテトキャノンとか言ってます。ドクロの頭にね、ジャガイモが突き刺さってるのよ。スプレーを2-6秒、そのガスのやつか、ヘアスプレー。本当だ、ヘアスプレーって書いてあるもん。そう、ここになんか金具みたいなやつ。なんていうか、名称もわからない部品、ひねると中で火出るんですよ。ヘアスプレーに引火してキャノンが打ち出されると。怖っ。それがジャガイモなんですよ。銃弾はポテトです。ジャガイモを銃弾にして使うキャノンなんですけど、うん、これね、これ多分銃口見ればわかんないけど、火花散ると思います。いくよ、3、2、1。おいやー、おー、雷の火みたい。雷みたいでいいじゃん。これジャガイモ、皆さん、これあの芋っていうやつですね。うわー、ああ、おー、入った入ったね。入った。ヘアスプレーを裏から入れてシュポってやるみたいな。いきまーす、せーの、ヘアスプレー5、2。うん、閉めました。いきますよ。はい、いきます。怖いな、そんな。3、2、1。はっ、熱っ。いや、待って、7秒やってる。いいので3、2、1。ちょっとスプレーを変えてね、後日もう一回やってみよう。ってことでね、後日でございます。後日です。このバレットガス、なんかこれでいけるみたいなことがあったんで、これでいきましょう。入れすぎ注意だ。大丈夫これ。よっしゃ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 。大体しろよ。3、2、1。しばくぞこいつ。うん、変えたから、ここのノズルの向きとここの向きを変えた。いくぜ。はい、3、2、1。ファイヤー。ワン、ファイヤイモの形状変わってないんじゃない。痛そう。イモの形状変わってないんじゃない。痛そう。何やってんの。すごい痛そう。せーの、1、2、1。ゴーシュン。ワン、ゴーシュン。まだやった。これがっかりづらいよ。はっ、ゴー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 、いくぞー。はっ、ゴーゴーゴー、いくぞー。はっ、はっ、はっ、支援した。すぼんだ。とりあえずもう出せました、ポテトが。ようやくです、ようやく。すげえ、今まで食った芋の中でダントツだ、マジよ。あの、黄色の部分だけ。バッバッ。え、なんだこれ。はぁ、新、なんか新食感みたいになった。いや、食感は芋だよ。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にもツイッター、これはあります。チャンネル。